ワオ WBO 世界ヘビー級チャンピオンレイ・マーシュス・マーサースキーレイ・このシューズを履く選手にはもちろんルールには抵触しませんが、このシューズを履いたことによりましてキックは禁止されます。レイマーサーはキックの攻撃を出すことはできません。あのこの後投げるのはあれもあったのかなと思いましたが、もうそのダメージがすごかったですもんね。その後立ち上がりませんでしたもんね、しばらくね。振り分けをしないとちょっとレイマーサーがギャードが一瞬固まってきてますね。あのだんだん見えるようになってくるんで、はい、あの散らした方がいいですよね。長坂長さんは言うことです。レイマーサーサイドはとにかく距離を詰めること、はい、懐に潜り込んでそこからが自分たちの勝負。なるほどね、美味しいですね。ショートレンジにただ入れるかどうかというところ、森山さんの言い方です。あとこの内股が効いている。あー、これが投げてしまいました。あ、今はもう内股、内股タイムスト、あの蹴りをもらってかなりこれダメージ大きかったんでしょうね。思わず投げてしまいました。しかし武蔵がダメージが大きいぞ。これは腰のあたり落ち着けたが、武蔵選手ね、ちょっと腰を痛めてるんですよね。あ、そうなんですか。もともとですね、残り30秒っていうのは結構きますから。さあ、先ほどのシーンもう一回見てみましょう。あの内ももへの蹴り、これによりましてレイマーサーがおそらく大きなダメージを受けたんだと思います。そこで思わず葛藤だったか、あるいは冷静に一度ちょっと相手を倒しておいて自分のダメージを回復する時間を作ろうと思ったのか、そのあたりは定かではありませんが、レイマーサーが武蔵を投げてしまいました。その武蔵がダメージを受けましたので回復のための時間インタ、はい、
距離もわからないんですよ ね、 ボクシングテクニックでのもちろん距離は取れるんでしょうけど、パンチもありますし、勇気を持って前にガンガン出るところがいいですよね。総合の、まあ、フェイクありますが、非常にこの打撃が強い選手ですからね。ボクサーがどれほどやれるかじっくり見せたいと言っていた。いや完璧です。テンプルに打ち抜きましたね。クロス気味に入ってくるこのパンチでありますが、あのね体力のトムレイキさんがね、体言うこと聞かないって感じでしたもんね。もう一撃ですよね、勝ちたいという気持ちはすごい伝わってきたんですけどね。まばたきしていらない倒すよと言ってましたが、本当でしたね。いやすごい選手ですよ。谷川さん、はい、谷川さんがですね、このシャノンブリックス、はい、今年の K1 戦線の中で面白いよという話をされてましたね、はい、実はね、もうぜひ期待してください。もしかしたら頂点まで、そんな気持ちもありますか。そんなあの可能性もあると思いますよ。これだけのパンチの技術持ってますから、はい、